京都大学の西浦博教授らが、感染力の強いインド型の変異ウイルスについて、東京オリンピックが開幕する7月23日には国内で7割近くを占めるとする試算をまとめました。それによりますと、インド型ウイルスが国内で占める割合は、まん延防止等重点措置などの期限が過ぎた7月12日には半数を超え、 東京大会会の開開式が開かれるる23日にはには68.9%達すす。とということですインド型が占める割合が高くなるにつれ感染力も増し8月12日には従来のウイルスと比べて感染力は1.9倍になりイギリス型と比べても1.32倍となると分析しています。